ピアラピアノコンクールは東洋ピアノ製造が設立した日本ピアノグレード認定協会が主催しているピアノコンクールである。一部の予選会を除いてスタインウェイピアノを使用する。静岡県浜松市公益財団法人浜松市文化振興財団の他新聞社や放送局、音楽書籍出版社などが講演している。 1994年ピアラピアノフェスティバルとして開催。1996年より名称をピアラピアノコンクールに改める。毎年11月上旬から1月下旬に全国各地に所在する支部で予選会が開かれ、3月下旬から4月上旬に地区大会、海外大会、7月にアクトシティ浜松でファイナルを行う。予選参加は 録音審査での参加も可能である。審査委員長は北川明子。ファイナルの賞は各部門から第1位から3位。特別賞として一部の部門からスタインウェイ奨励賞、ショパン賞、アポロ奨励賞、審査員特別賞が授与される。幼児から大人まで年齢に応じて8段階からなる部門。連弾による演奏。年齢に応じて5段階からなる部門。埼玉。 東京は大山、横浜、長野、浜松、名古屋、三重、北、近畿、広島、岡山、愛媛、九州各地で開催される予選会に参加するか、録音審査で出場する。予選会では自由局、または、支部規定の課題局で出場する。録音審査は自由局で出場する。予選通過者を対象に、全国15地区、海外5地区で、地区大会、 海外大会を開催する。地区大会からは課題曲を選択して出場する。また、地区大会からは全ての会場でスタインウェイピアノで演奏する。地区大会場入賞者を対象に7月にアクトして浜松でファイナルを開催する。ファイナルでは地区大会とは別の課題曲を選択して出場する。ありがとうございます。